佐藤澄香です。最高に気分よく過ごせる休日にする方法をお伝えしていきます。朝お休みの日に目覚めた時にもうすでにすがすがしい気持ちで元気いっぱいでその日一日を過ごせたらすごく気分がいいですよね。では逆に例えばこんなことがありませんか？せっかくのお休みの日に限ってもうすでに朝起きた時は疲れていたり、なんだかこううつうつとした気分で気持ちが落ち込んでいたり、またこう今までさっとできていたことがこうなかなかできなかったり、もうやたらとそのことにこう時間がかかったりですね、あとはちょっとしたことでこうイラッときたり、そんなことが、あるあなたはもしかしたらこのことが原因かもしれないですね。でそれは何かと言いますと、あなたの腸が汚れているかもしれないです。別の動画でもお伝えしておりますけれども、脳腸相関といって、要は脳と腸がこう互いにやり取りをしている関係性がある、このことが結果あなたの心をこう左右しているということにこうつながっているんですね。では、今回はどうしたら、気分よく最高の、気持ちで休日を楽しく過ごせることができるかというその具体的な方法について、後ほどお伝えしてまいりますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。ではその理由について簡単に、ご説明しますと、腸内でこのセロトニンという、神経伝達の物質の、ホルモン、別名、幸せホルモンと言われているこのホルモンがあります。でこのセロトニンというホルモンは実は全体の 90% がなんと腸管、要は腸内で作られているということが分かっているんですね。で残りの 10% の内訳は血液中の血小板で約 8% で、脳では見てください、たったの 2% なんですね。いかに腸内環境が良ければ幸せホルモンがたくさん、分泌されて心の、精神安定につながっているんですよということなんです。で実はうつ病の方に多いのが便秘であったり、下痢であったり、その腸内環境がですね悪い方がこう多いという、こうデータもあるぐらい腸とその心の関係性ってすごくつながっているんですよね。そしてそのセロトニンというホルモン の, その実際のじゃあなぜそんなに心に効くのかっていうところが、効果としまして、まずそのセロトニンが出ますとその腸の前導運動がこう良くなるんですね。だからますます腸が元気にこう活発に動いてくれるわけです。また実はその自律神経をですね整えてくれるという効果もあるんですね。で私たち現代人はやはりこうストレスが多いので、普段その自律神経のスイッチオンと交感神経がすごくその優位なわけです。で実はその交感神経が優位な間というのは腸ってですね動かないんですね。その逆のスイッチオフの副交感神経がその優位、元気な時にやっと腸もその元気に動いてくれる臓器なわけです。そして、興奮物質を、抑制してくれるという効果もあるんです。でこれは何かと言いますと、こう例えば、興奮物質ホルモンで言えばそのノルアドレナリンですとか、このドーパミンといったその攻撃するようなですね、こういったこう作用をもたらすその、攻撃性のホルモンを、セロトニンがですね、まあまあと、まあまあ落ち着いてとこう
なだめてくれるわけなんですね。ですからいかにこのセロトニンというホルモンをその元気に分泌できるかが、あなたが普段からの心の、精神安定にもつながりますし、また特に、お仕事頑張った後の休日は朝から一日気持ちよく過ごしたいじゃないですか。もう自分へのご褒美ですからね。そういった時にもしあなたの腸が汚れていたら、そんな安らかなですね、こう穏やかな気分にはこうなれないということが分かってきてるんですね。では、そうは言っても、そのすぐにじゃあどうやって腸内環境を良くして、今日が、金曜日ですから、明日明後日の休日をですね、もう最高に気分よく過ごせることができるんだろうか、間に合うんですかっていうお話ですが、間に合います。でその一番の策を今回今からご紹介したいと思います。先ほど少しお伝えしましたけれども、腸というのは自律神経の副交感神経、要はこうリラックス神経ですよね。副交感神経がその優位な時しか動いてくれない臓器なわけです。でそれはですね、ズバリ夜寝てる時に副交感神経が元気優位なわけですから、策としては早く寝るです。これが一番です。ですから翌日お休みで夜更かししたいところですが、ここはあえてですね、今日からもしくは明日の夜から、できれば、成長ホルモンがたくさん出る10時から2時、この間はなんとかですね確保していただきますと、その成長ホルモンの効果も出て、もちろん体の修復元気にもなりますし、腸がどんどんその副交感神経優位の間に働いてくれますから、腸内環境が良くなって翌朝すがすがしい気持ちで目が、覚めることができるということです。でここでプラスアルファ朗報です。実は、明日2020年5月の23日の土曜日は新月です。別の動画でもお伝えしておりますけれども、こういった新月の日はですね、引力の影響を受けますから、デトックス効果が最大限にこう増す日なんですね。私も毎月来る新月と、あとプラス満月の夜ご飯をですね、お休みプチファスティング、プチ断食ですね、一食お休みしてあげるんです。でそのことでお腹の中に、約、翌朝までですか、12時間以上お腹をこう空っぽにしてあげる時間を作りますと、腸内がですね、もうますます活性化します。お休みできるわけですからね、あなたの腸が1回夕食をお休みしてあげるだけで12時間以上空き、腸内環境がますます良くなって、しかも最重遺伝子というその長寿遺伝子ですね、別名若返り遺伝子もその活性化すると言われています。12時間以上空けるとですね。ですからそういった力を借りて、ぜひ夕食を1回お休みしましょう。プラス、私がいつも取り組んでおりますのは、新月の夜はですね、塩浴をします。マグネシウムなどが残っている良質なお塩ですね、だいたい1キロあたり500、600円するぐらいのものであればいいと思うんですけれども、そういったそのお塩をですね、たっぷり浴槽にお湯を張っていただいて、私は1キロ全部使います。ザバッとこう全部、湯船に入れてですね、塩浴をすると、皮膚から、この最大の臓器の皮膚から老廃物がどんどん出て、あなたのお体の中はもう断捨離です。体を断捨離することができますので、ぜひ楽しくできるところから取り組まれてください。まとめますと、即効性がある腸内環境を良くして、翌日すっきり、最高に、気分よく、過ごせる休日を作るためには、その前の晩に早く寝ること、できれば10時から2時です。2つ目、プチファスティング、プチ断食、夕食をお休みしてください。
そして3つ目、潮浴に入って肌から、デトックス、お体の中からデトックスをすること。そのことであなたの腸が生き生きとピッカピカになりますから、ぜひ楽しく取り組んでみてください。さあ今日のお話は以上になりました。途中出てきましたファスティングですね、ご興味がおありの方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらからご登録後、直接私までメッセージくださってます。どんなことでも構いませんので、いつでもご相談ください。でまたこの動画のお話、繰り返しご覧いただいて、こう繰り返し思い出していただくことで、あなたご自身とそして大切なご家族を守るためにお役立てください。またこのお話、動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。